張高実業有限公司は、中華人民共和国、香港を本拠とする香港最大の企業グループ。現会長の李嘉誠が1957年に、張高実業有限公司として創業し、その後香港の発展とともに主導的地位を築き上げた。張高実業として1972年に香港証券取引所に上場。香港で最大の不動産開発企業の一つであり、商工業などその他の産業でも重要な地位を占める。現社長兼副会長は、現会長李嘉誠の長男の李卓翁家。1950年、創業者の李嘉誠が香港にプラスティック工場、張高ソニカワ商を作り、造花を売り出したところ、香港フラワーとして大当たりとなった。1958年に不動産業に転身し、張高実業有限公司を設立して、香港最大の不動産ディベロッパーとなった。1979年に和則候補、1985年に香港島の電力供給を独占する香港電灯を買収し規模を拡大した。張高グループ傘下のグループ企業のうち、香港証券取引所に上場しているのは下記の10社である。グループ全体として、現在57カ国で企業活動を行っており、総従業員は26万人を超える。ありがとうございます。